最も低い山は国、地方、地域、大陸及び島などで一番低い山に対する故障であり、最も高い山に対する概念である。山の定義や地形学的分類により捉え方は様々であり、決定が難しい。河口を火山と表現している可能性もあるが、ダロル火山は山頂河口の標高がマイナス45マイナス50メートルである。 山頂の標高はマイナスであるが、火山のふもとはマイナス100メートルであり、ふもと山頂河口までの高さは約50メートルとなる。また、秋田県の筑紫岳は、八郎型の干拓のために削られ、マイナス5メートルの標高を記録した国土地理院の関吉春により、日本全国の2万5000分の1地形図に、掲載の各都道府県で最も低い山、及び、 標高50メートル未満の山が調査され、フリーソフトとして発表されて、以来脚光を浴びるようになる。ここで山とは、地形図にそびえか体で表記されたものである。地図ニュース1992年4月号に、日本の低山標高一覧の記事が発表されて以来、マスコミでもしばしば取り上げられた。以下の山が、国土地理院の地形図に3名ともに掲載されている、または、条件付きで、 日本一低いとされる山である。中国で最も低い山は山東省都市密市にある西山であるという説がある。政府による調査の結果、地上部は0.6メートルだが、山の大部分は埋没しており、本来の山の大きさは現在も不明。都市密市文化局は周辺での掘削禁止などの保護を行っている。ありがとうございます。